客持ってる場所あるやん、まあ、インターホンなのでちょっと隠してますけど。どうもこんにちは、シュアンのリュウのシュウです。今12月の25日の6時ぐらいなんですけど、そうなんですよ、今なんか見えてるね。ね、もうクリボッチなのでやかましいわ。あ、またやん。ということで、ちょっともう黒歴史感満載な動画の感じになってますけど、今はそう、本日本当に最初相方のリュウちゃんと一緒に動画撮ろうかなとか、え、さっきから何なんだこれ。なんか見えるやん。悲しいことにリュウちゃんも、仕事、今なんか週刊のリュウの仕事以外に映像の仕事をやってるので、ほらまたなんか見えた今で、まあ、友達たちは彼女ができて、彼女と一緒に過ごしていて、どういう方でやったの。で、まあ虚しく授業終わりにみんなが友達とか彼女と一緒に出かけようってなってる中、一人で帰ってきました。これどういう動画やね。何をやってるかというと、これ今ちょうど撮ってるのが GoPro を使ってるんですけど、 GoPro でその撮影をした動画を編集してまして、そうなんですよね。なので、本当は意地でも外にいたいんですけど、寒いし作りたい動画もあるし、まあもう意地張ってクリボッチ回避するのもバカバカしいなと思ったので。いや、お前クリスマス彼女おったことおらんやろ。いや、もうこれね、ほんともうやばいよねってことは。クリスマスに一人でいるっていうのはもう危険なんだよねってこと。もう見てるからねって。 AI はすぐ近くまで来てるよ。この動画迷走しすぎや。これなんていうか知ってるのってことね。もうやばいよね。はい、もうで一人で撮っててやっぱもう、つまらないことしか言えないですよね。やっと気づいたか、ボツ動画やこれ。黒歴史感満載だからな。この動画多分ボツになると思うんですけど。厳しい。滑っとんねん、さっきからずっと。そうで、この後ちょうど、化粧品というか、なんか、そういうのをちょっと撮りたいなと思ってるんで、そうなんですよね。はい。こんな感じでね。まあだから、同じように同士のやっぱ、クリボッチの皆さんはね、いやもうクリボッチこそ本当に日本を支えてるよって話なんですよ。この時間にアニメ見たり、YouTube 見たり、ネットショッピングをしたり、まあ、もちろんリア充の方々は高いお金払ってデートしてるわけですけど、我々はやっぱりそのネット社会を支えてるということで。何を言ってます、全然わかんない。この動画本当何なんですかね。どう終わらせたらいいのか分かんなくなってるんですけど、まあこの動画はある意味ちょっと宣伝も込めてまして、12月の31日まあ大晦日の日を一応ベースに考えていて、その日当日にあげるかどうか分かんないんですけど、年末にも年越しの動画を撮りたいなとは思ってるんですけど、そのタイミングで過去の没動画とかも載せられたらいいなと思っていて、はい、なので期待していただければと思います。それでは、